どうもユニです。今回はこちらコルセアの K65 プラスワイヤレス JP というキーボードをご紹介していきたいと思います。こんな感じで RGB のバックライトがついているので、いわゆるゲーミングキーボードっていう感じなんですけれども、最近ゲーミングキーボードでよく耳にするラピッドトリガーとかアクチュエーションポイントとか、そういった言葉よく聞くと思うんですけど、このキーボードはいわゆる FPS 向けのガチガチのゲーミングキーボードではなく、デスクワークでも使えるゲーミングキーボードといった感じになります。その理由としてはですね、後ほど詳しくご紹介していくんですが、静音性を高めるためにサウンドダンパーが搭載されていて、音がねとても静かなんですよね。さらに打ち心地、打鍵感っていうのもものすごくいいんですよね。なのでゲームもするけどデスクワークでも使いたいという方にお勧めできるキーボードです。それではこちらのキーボード詳しく見ていきます。サイズとしてはですね、こんな感じで 75% キーボードといったサイズになっています。そして日本語配列でメカニカルでワイヤレス接続ができるキーボードになっていて、この条件に当てはまるキーボードっていうのが選択肢がかなり少ないんですよね。なので人によってはこれだとなるねキーボードだと思います。僕もその中のね一人です。こういったキーボードって基本的にやっぱ US 配列で製造されて販売されているものが多いので、日本語配列のね選択肢がかなり少ない中、こちらコルセアの K65 プラスワイヤレス JP は日本語配列版が発売されたということで、こういった条件で探している方にとってはねかなりおすすめできるキーボードだと思います。重さは約 918g と結構ね重みがあるので、デスクに置いた時の安定感っていうのはかなりあります。タイピングしててキーボードがずれてしまったりとか、ちょっと手が当たったぐらいでねキーボードがずれるっていうこともないので、この辺はねデスクワークでもかなり使いやすいキーボードだと思います。接続方式は Bluetooth と 2.4GHz の USB レシーバーを使用したワイヤレス接続、さらに有線の接続も可能となっています。ワイヤレスキーボードで Bluetooth のみに対応しているキーボードっていうのも結構多いんですけれども、使用する環境によっては Bluetooth 結構、ね、他の電波が干渉してしまって接続が不安定になることがあるので、この、ね、USB レシーバーにも対応しているという部分もかなりありがたいなというふうに思いました。Bluetooth は最大3台接続可能で、ファンクションキーを使って簡単に接続の切り替えができるようになっています。駆動方式はバッテリー駆動で最大で266時間使用できるとのことです。キーボード上部の側面には USB レシーバーを収納する場所、Mac と Windows の切り替えスイッチ、そしてこちら側に接続方式の切り替えスイッチと USB-C 端子が付いています。Mac と Windows の切り替えスイッチがあるということで、Mac でも Windows でも使えるキーボードという感じになります。そして左側面側にはバックライトのオンオフスイッチが付いていて、こんな感じでバックライトを消すことができます。続いてキーキャップ見ていきます。キーキャップは PBT 素材で消化印刷タイプのキーキャップになっているので、触り心地はすごくねサラサラとしていて、使っているうちにすぐに表面がテカテカしていることもなく、印字も剥がれにくく耐久性の高いキーキャップになっています。キーの印字については金印字がないタイプで、見た目かなりねすっきりとしているんですけれども、ファンクションキーの機能が印字されているのでものすごくすっきりとしているという感じではないです。まあ、ここは個人的にファンクションキーわざわざね全部覚えるっていうことはないと思うので、最初からファンクションキーのね割り当てが印字されてるっていうのは分かりやすくていいかなと思います。軸はコルセアのレッド軸で、クリック感のないリニアタイプの軸になっています。キーのオーク圧は 45g、 アクチュエーションポイントが 1.9mm、 キーストロークが 4mm と一般的なメカニカルキーボードと同じ感じです。こちらのキーボードホットスワップ対応になっていますので、好きな軸があるという方は軸を交換して使用することも可能です。そして打鍵音ですね、打鍵音がとにかくすごく心地がいいので聞いてみてください。
はい、こんな感じのね打鍵音になっています。打鍵感、このね感触についてはですね、動画でお伝えするのとてもね難しいんですけれども、いわゆるメカニカルキーボードのねガチャガチャカチャカチャといった感じではなく、ちょっとこうしっとりコトコトといった、そんな表現がまあしっくりくるかなと思います。いい意味でメカニカルっぽくない、ちょっとね高級感のあるキーボードっていった感じの打鍵感です。続いてキーボード右側ですね。こちらにはこのキーボードのね一つの特徴でもあるダイヤルっていうのがついています。こちらのダイヤルは金属製で、回すとコリコリとこうクリック感のある回し心地で、押し込みもできるようになっています。ダイヤルではバックライトの明るさの調節だったり、音量調節、ページのスクロールやズームなどの機能を割り当てて使うことができます。そしてゲーミングキーボードということで、このバックライトの光り方のパターンの変更っていうのも様々な形に変更することができます。もちろんオフにすることもできるので、お仕事で使ったりバッテリーを節約したいという方はねオフで使うのもいいと思います。そしてこちらのキーボード、 IQ というソフトに対応していて、キーマップの変更やマクロの設定などをソフト上で行うことができます。こちらが IQ のソフト立ち上げた時の画面になります。キーボードを接続してソフトを立ち上げると、自動的にこのようにキーボードが接続されている状態になります。例えばこちらでですね、まず左のキャンバスというところで、これバックライトの色の変更ですね、はい、単色の光だったり、新しくねこんな感じで、まあ、グラデーションとかいろいろね設定することができます。そしてこちらキーの割り当て、キーの割り当てでは例えばこんな感じでキーストロークというところにすると、複数のキーの同時押しを一つのキーに割り当てすることができます。例えばここのね一番上のここのキーにコマンド C とかコマンド V とか、まあ、あと3つの同時押しとかね、こんな感じで複数のキーの同時押しを一つのキーで起動させることができたり、あとはまあマクロの設定とかですね、ここでまあキーボードのタイピングとかをマクロ設定して、それ記録したものをここのボタンを押すと、まあこう起動することができるといった感じになります。そして照明効果、先ほどのまあバックライトの設定ですね、でパフォーマンス、ウィンドウズキーの無効化などね設定ができるようになってます。コントロールダイヤルの設定ですね、今明るさ、これバックライトの明るさの設定です。その他にボリュームのコントロールだったり、まあ、縦スクロール、横スクロール、ページの拡大などですね割り当てして使うことができます。そしてデバイスの設定、ここでまあスリープまでの時間だったりバックライトの明るさなど設定できるようになっています。さらにプロファイルを複数作ることができて、例えばねこんな感じで、はい、これがね今さっき使ってたデフォルトのプロファイルなんですけれども、こちらプロファイル2ということで、新しく立ち上げたプロファイルに簡単に切り替えて使うこともできます。昨年11月ぐらいに発売したこちらの US モデルでは IQ 非対応ということで、普段 IQ を使ってデバイス制御をされている方からねちょっとこう反発の声もあったりしたんですが、今回発売したこちらの日本語配列モデルではしっかりと IQ 対応になっていますので、そこら辺をねご安心ください。はい、ということで今回こちらコルセアの K65 プラスワイヤレスの日本語配列モデルご紹介させていただきました。とにかく打ち心地のいいキーボードで、ゲームもやるしデスクワークでも使えるキーボードを探しているという方にねおすすめできるキーボードだと思います。全体的にパッと見で金属素材が少ないので高級感があるかと言われるとそうではないんですけれども、実際に使ってみるとものすごく完成度の高さっていうのは感じられると思います。ゲーミングキーボードではあるんですけれども、バックライトをオフにしたりとか、あとカラーとかデザインっていうのも派手すぎない、すごくねシンプルにできているっていうのも個人的にはねすごくポイントになってるかなと思います。キーキャップも少しね一部色が変わっていたり、ノブがねこの金属製になっていて、シルバーのアクセントが入っていたり、スペースバーの部分に、まあ、ちょっとねここコルセアっぽいゲーミングっぽいねデザインが施されているんですけれども、まあ、さりげなくシンプルに入っているっていうのもねすごくねかっこいいですよね。今回新しく発売したこちらが日本語配列モデルなんですけれども、まあ、US 配列モデルもありますので、気になる方はね概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それでは最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。